深瀬栄二郎は日本の技術者、企業経営者である。株式会社ンはエレックにて社長、会長を務めた。美術評論家の深瀬栄一郎は子にあたる。山形県上野山市出身。1954年、東北大学工学部土木工学科を卒業し日本電信電話校舎へ入社。1977年、同校舎にて、 建設技術開発室長に任じられる。1980年、日本通信建設株式会社へ入社し、1982年に、取締役土木部長、1990年6月には、専務取締役安全品質管理本部長となる。1993年、三話題、栄電機工業株式会社へ入社し、同年6月、社長に就任。以後、 同社の年次決算は1998年3月期まで増収増益を続けることとなる。社長就任直後の1993年7月、深瀬は社内に BR 委員会を設けて社内改革などの議論を始めさせ、1995年7月、それまで各事業部が別々に有していた部門、営業部門をそれぞれエンジニアリング本部、営業本部に統合し、 同年には能力主義の要素を強めた人事制度導入に取り掛かっている。1996年4月、社名を株式会社サムはエレックに変更するとともに、下請け業者の数を1、重0へと絞り込む。1997年、それまで東京証券取引所第2部に上場していた同社は、第1部への昇格を遂げる。1999年6月、 深瀬は、社長の座を退いて、会長となり、2001年6月に会長を退任する。ABC 被害アソシエーツ編集、新定現代日本人名録2002日外、アソシエーツ、2002年、ISBN 978から48億1691万6953、第4巻47ページ。AB、 読売新聞1993年5月26日東京長官6名日刊工業新聞1993年5月26日3名日経産業新聞1993年5月26日31名 ABCD 日刊工業新聞1999年8月30日26名 AB 日刊工業新聞1998年7月10日、17面。日経産業新聞1995年9月14日、29面。日経産業新聞1996年7月29日、26面。日刊建設工業新聞2001年6月1日、4面。ありがとうございます。